お待ちくださいね。次はい、ではこれで本番でございます。まずどうぞ。それもう一枚いきます。あります。ご家老の皆様どうぞ、ご家老の皆様のお写真もたくさんお撮りください。さあ、後ほどご家老の皆様お名前などまたご紹介させていただきますが、どうぞご家老の皆様もちょっと今日は笑顔になってもうよろしいんじゃないでしょうか。せっかくですので、どうぞ皆さんたくさんお写真お撮りください。完成を行う重臣の皆様、重役ですね、ご家老の皆様です。ありがとうございます。どうぞお進みください。左と故障の4役でございます。こちらのお姫様はもちろんこの姫様同士も主役ですね。お姫様、そして長老、そのお隣長老、長老というのはお相談つくの威力が高いとか、もう大奥の牧場中の最高位、大奥というねドラマや映画を見てると必ず出てきますけども、その最高位が長老なり、皆様から向かって右側からお姫様、長老なり、そして一番左が小姓です。小姓は化粧持ち、お姫様のそば近くに使えて身の回りの雑用を務めています。小姓はやっぱり可愛らしい美少年が多いんですけども、本当に美少年になってますね。そしてお姫様は本当に素敵です。お姫様も長老も小姓もちょっと笑って、せっかくだから笑いましょうか。で、あの手を振ったりとかぜひ、はい、アピールです。なかなかこうしてステージに並ぶ機会ってないと思うので、これは雨の光明ですね。皆さんね、お姫様、長老2人、小姓の4名です。4役です。さあ、お写真たくさん、今日はこのアマチュアカメラマンの方もね本当にたくさん来てらっしゃいますが、あのサイドの方かなり混み合っておりますので、皆さんどうぞ譲り合って、あのかなりあの席もなくて申し訳ないんですけども、譲り合ってお撮りください。中でも大笠持ち役子といいまして、ご覧のように毛の長い大きな笠を後ろから差し掛ける役なんですね。どうぞ元前の方にお願いいたします。大笠持ち役子、この大笠持ち役子とお姫様の絵というのもね、本当にポスターなどでよく見かけると思います。今日は男子だけでということなんですけども、大笠持ち役子、そして、皆さんこちらは籠役子ですね。籠担ぎの皆さん、姫様のこちらのお籠、この籠を担ぐ笠持役子はこのように肩がアメリカのようなラグビーのような感じになってますが、ここに食い込んでも